長野聡氏長野聡氏は福岡県宮古町出身の元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションはディフェンダー、フォワード。2010年までディフェンダーとしてプレーしていたが、2011年よりフォワードにコンバートされる。しかし翌年からは本人の申し出によりディフェンダーに再転向した。2013年からはタイのナコオンラーチャシーマー FC に所属。 2012年シーズン8位だったチームに安定感もたらし、チームも5位と躍進した。2014年シーズンは約1ヶ月間、週に2試合を行う超過密日程もあった中で34試合中32試合に出場し、圧倒的な強さでタイディビジョン一優勝。国内一部リーグである TPL への昇格に大きく貢献。また、 リーグカップでも TPL の FW を抑え、ベスト4進出にも貢献した。試合中もチームメイトとコミュニケーション取り、縦への正確なロングキックと激しいプレスで守備陣のリーダーとなった。2014年シーズンの自身の活躍もあり、ディビジョン1のベスト11に選出された。2017年1月21日、バンコク FC へ移籍した。2018年、 北海道トカスカイアースへ移籍。コーチも兼任する。2021年より北海道トカスカイアースの監督に就任。ありがとうございます。